ウェブエンジンの山田です。本日もウェブストアにアップする商品をご紹介していきます。本日ご紹介する商品が10月15日の夜21時にアップされる商品となります。商品のお問い合わせ等は掲載後にウェブストアの方にお願いいたします。詳しくは概要欄に貼ってありますので、そちらご確認のほどよろしくお願いします。それでは T シャツからご紹介していきます。まずチャンピオン T シャツから、こちら裾にタグがつきますね。ランタグのスモール表記ですね。 S 表記にしてはしっかりサイズは残ってるかなと思います。リバーシブルのタイプですね。 A 面が、グレーの、 B 面がグリーンですね。はい、まあ、多少の使用感ありっていうコンディションですかね。致命的なダメージはないです。はい、スモール表記ですが、僕でもジャストで着用は可能です。こちらでお値段の方が9800円と消費税になります。はい、続きましてレギュラー T シャツ、古いヘインズのビフィティですね。はい、サイズがミディアム表記、まあ、オレンジボディですね。サーフものですかね。はい、こちらにコピーライトもしっかりございます。ちょっとプリント剥げてる雰囲気とかいいと思います。でバックは無事ですね。状態もそうですね、ボディの状態はいいと思います。プリント剥げだけって感じですかね。ミディアム表記ですが、まあ、僕で緩めで着用できます。こちらで5800円と消費税になります。はい、続きましてこちらのタグですね。はい、ブルバシーンのミディアム表記、はい、白ボディのフロントですね。はい、ニューメキシコステイト、コンバース的なモチーフの一着になってます。コンバースではなさそうですかね。はい、でシングルシングルの、バッグは無地です。はい、綺麗な白ボディです。状態はいいと思います。ミディアム表記で実寸だと L くらいのサイズ感かなと思います。こちらで5800円と消費税になります。続きましてチャンピオン T シャツですね。バータグミディアム表記の 100% コットンボディのコーストガードのフットボールティー。はい、めちゃめちゃいいんじゃないですか。はい、そうですね、状態もまあ若干の使用感というか薄い汚れがちょっと1箇所あったりはしますけど、全然着用に支障が出る感じではないですね。めちゃめちゃいいと思います。でミディアム表記ですが、意外と身幅もしっかりあって着丈短めで着やすいと思います。こちらで15800円と消費税になります。続きまして、ハーレーティーですね。 XL 表記の 100% コットンのボディです。オニフェードの一着ですね。ダブルダブルで年代は多分2000年は超えてるくらいだと思うんですけども、はい、ボディはしっかりアメリカ製のものになります。はい、ちょっと錆び汚れとかあったりはしますが、このフェード感、この雰囲気で楽しんでいただけたらなと思います。 XL 表記で実寸も XL 相当かなと思います。こちらで9800円と消費税になります。本日ハーレー結構続きますね。はい、こちらも XL 表記の、これも 100% メイドイン USA の方になります。はい、ポケティですね。でダブルダブルの、もうこちらもフェード系ですかね。綺麗にフェードしてます。はい、XL 表記でこっちの方が先ほどのよりサイズでかいですね。 2XL くらいのサイズ感です。こちらで12800円と消費税になります。続きましてもハーレー T シャツですね。2枚タグの L 表記ですね。こちらもアメリカ製です。ネックもこちらダブル、そうです、そもダブルの一着になります。はい、でバッグはこのような感じです。はい、こちら状態いいと思います。で L 表記で僕で合わせて有名ですね。こちらも XL くらいのサイズ感かなと思います。こちらで12800円と消費税になります。続きましてこちらです。ハーレーの XL 表記、アメリカ製ですね。でフロント、こちらハーレーのモチーフですね。イーグルモチーフですね。はい、ダブルダブルです。でバックプリントもございます。はい、コピーライター97年です。はい、こちらも色残りを、はい、まあ、緩めに着用できます。 XL っていう感じのサイズ感です。こちらで12800円と消費税になります。はい、続きましてはロンティーですね。2枚タグでちょっとこちら 2X の表記が残ってます。はい、でこちらですね、スカルモチーフですね。で袖によいしょ、フレームパターンですね。はい、若干こういうちょっとピンホールだったりはあったりしますが、もうフェード感相まったりも、こういうちょっとペンキ飛びとかすげえ雰囲気のいいロンティーだと思います。はい、バックも、ハーレーロゴです。 XL 表記で、こちら僕で合わせてかなりゆとりを持って着用できます。 2X って感じのサイズです。こちらで19800円と消費税になります。いまして、結構スペシャルティが本日ございます。はい、ヘインズ2枚タグの XL 表記。はい、でボディはダブルダブルのイームスのデザインです。はい、珍しいですね。はい、でバックは無地です。状態もめちゃめちゃいいと思います。
XL 表記で、こちらも XL っていう感じのサイズ感、はい、めちゃめちゃいいと思います。こちらで 39,800 円と消費税になります。続きましても同様ですね、ヘインズの XL 表記、はい、でこちらも、イームスのデザインです。こっちのがまあ色的にも割かし着やすいじゃないですか。でバックはこの状態です。はい、あちょっと色移りかな、ちょっとバックにあります、水色っぽくなります。はい、XL 表記でボクダーステイル目に着用できます。こちらで 39,800 円と消費税になります。続きましてよいしょ、ドアーズの一着になりますね。はい、タグは、こちら欠損しております。はい、ドアーズの、オールオーバープリントです。はい、まあ、若干のコンディションとしましてちらほらピンホールはありますが、全然目立たないですね、プリントがプリントなんで。でバックも同様のプリントです。はい、でこちらがおそらく表記 XL かなと思います。はい、いいと思います、形良くて。こちらで 29,800 円と消費税になります。続きましてもバンド T シャツ、フルーツの L 表記の 100% コットンボディのフガジの1枚になります。はい、ネイビーボディに白と、ブルーのプリント、はい、最高の配色なんじゃないですかね。はい、バックも、こちらは赤で入ります。おしゃれな、いいっすね、めちゃめちゃいいと思います。両面プリント L 表記、こちらも緩めに着用できます。こちらで、79,800 円と消費税になります。続きましてレッチリですね、ジャイアントの L 表記のアメリカ製のボディです。でボディは、シングルシングルです。でこちら静止モチーフのレッチリのロゴになります。 90年のコピーライトですね。コンディションとしましてですね、一箇所ちょっと裾のところにピンホールが1点ございます、はい、その他は問題なさそうですね、めっちゃ状態いいですね。 L 表記で僕でアスペイルメに着用可能ですね。こちらも XL って言っちゃっていいんじゃないですかね。リスンはこちらで 128,000 と消費税になります。スペシャルですね。続きましてもレッチ、はい、こちらお80年代の、5050ボディですね。 XL 表記のこちらもシンプルなレッチのロゴの T シャツです。はい、コンディションもそうですね、ピンホールだったり見受けられないかなと思います。はい、状態いいですね。 XL 表記で、僕とアスティールメに着用できます。古いレッチです。こちらで 79,800 円と消費税になります。続きましてカートコバーンの一着になります、ジャイアントの L 表記、はい、追悼ですね、はい、こちらエンドオブミュージックの94年のコピーライトもしっかり入っております、はい、でこちらはダブルダブルですね、はい、でバックは無地です、はい、状態はいいと思います。で L 表記でこちらも、まあ、実の XL くらいのサイズ感です。こちらで 128,000 円と消費税になります。続きましてゴーストインダセルです、はい、ファッションビクティムの XL 表記ですね。ビクティムの XL なんて本当もなかなか見つからないですよね、はい、で、わりかしフェードしてる個体で、はい、ピンホールがちょっと、右胸上くらいにございます、はい、雰囲気はいいんじゃないですかね。バックはこのような感じでちょっとなんていうか色移りかなんかわかんないですけど、はい、そのくらいの程度です。で XL 表記で僕で合わせて緩めに着用できますね、はい、生地も伸びてて結構でかいですよ。こちらで 178,000 と消費税になります。続きましてエヴァです。おー、パワープロですね。お兄さん最高じゃないですか。 XL 表記、はい、でもちろんシングルのエヴァです、はい、めちゃめちゃいいですね。シンジ君、アスカ、なんだっけ、レイですね、はい、レイの目の前のところにちょっとピンホールあります、はい、でバックは無地で、バックはコンディション問題なさそうですね。でお兄さんの XL かなりシルエットはいいと思います。幅しっかりあって着丈短めます。こちらで 228,000 と消費税になります。続きまして9インチネイルズですね、ギルダンアーチの L 表記、はい、これも状態いいと思います。フロントですね、9インチネイルズのプリントです、はい、でバックはこのような感じです、はい、ツアー先が乗ってます、はい、これフェードなく結構本当コンディション重視の方にいいんじゃないかなと思います。 L 表記でこちらも緩めに着用できます。こちらで 49,800 円と消費税になります。続きましてパールジャムのロンティ、これかっこいいですね。フルーツの2枚タグですね、ニカラグア製のフルーツです。で、ネックはダブルになってます、裾もダブルですね。
プリントが見えづらいですね。じゃあ98年のものになります。はい、袖プリも、パールジャムに入ってます。右袖も同様ですかね。はい、でボディの状態もいいと思います。はい、バックプリント豪華です。で L 表記で僕で合わせてイルミに着用できますね。身幅あって着丈短め。はい、こちらで49,800 円と消費税になります。まして1点ですね、ムービーものになります。 100% ホットの L 表記です。はい、こちらもアメリカ製のボディですね。はい、ボディは、袖はダブルダブルのフロントシャイニングのもうドーンと、はい、顔が入ってます。ちょっと脇締めが気持ちですけど、本当多分着たら全然わかんないですけど気持ちあります。はい、その程度のポジションです。ダメージとかは見受けられないと思います。でこちら L 表記で当てる感じだと思う。こちら実際 XL くらいのサイズ感になってます。こちらでお値段の方が 178,000円と消費税になります。はい、続きましてレギュラースウェットです。はい、こちらラッセルのアメリカ製の 2XL 表記ですね。グレーボディにフロント、カレッジプリント4段ですかね。はい、でフロントですね、若干のこう薄地味はございますが、ボディのコンディションはいいと思います。バックアームジのタイプです。XL 表記で、僕で合わせてイルミに着用できます。こちらで、7800円と消費税になります。続きましてリバースウィーブですね。タグがこちらですね。単色のミディアム表記ですね。はい、あの線入ってるなかなかいいですか。で、赤というかちょっとこうオレンジによった白と赤の間みたいな色にしてますね。リアルな色で 白のラバープリント3でちょっとペンキ飛びが裾にあったりはします。でバックアームジですね。ボディのコンディションはいいと思います。こちらミディアム表記ですが、まあ、L くらいのサイズ感ですね。僕でちょっと緩めに着用できます。こちらでお値段の方が 45,800 円と消費税になります。続きまして、こちらですね、ハンテタグの方がこちらです。70年代のタグですね。 XL 表記の、フルジップのジャージです。はい、でコーディロイの、ポケットが3つついてます。はい、状態もいいですね。めっちゃ珍しいんじゃないですかこれ。ちょっとあんまりよく説明したくないというか、僕ちょっと個人的に欲しいやつなんで売れなかったら買おうかなと思ってます。 XL 表記緩めに着用できます。こちらで 15,800 円と消費税になります。おすすめです。続きまして、こちらですね、タグが、アメリカ製ですね。アメリカ製のミディアム表記の、アクリルカーディアクリルセーターですね。はい、でネイビーですね。ブラックに映ってるかもしれないですけど、濃いネイビーとホワイトの配色です。はい、でバックはこのような感じです。状態はまあ一般的なユーズドコンディションっていう感じです。ミディアム表記で僕で合わせて緩めです。こちらで6,800 円と消費税になります。続きましてギャップのハーフジップですね。フリースになります。古いコンタグのサイズの方が L 表記ですね。はい、のパープルの無地のハーフジップのフリースになります。割とハーフジップのこうフリースで、フリースパーカー でポケットついてて、完全無地で結構ギャップくらいしかないんじゃないのかなと思います。状態ももちろんいいです。でサイズが L 表記で僕で合わせてかなりゆとりを持って着用できます。 XL はあると思います。おすすめですね。こちらで9800円と消費税になります。続きましてもプリーズになります。 LL ビンですね。タグがこちらで表記の方がですねラージレギュラーの表記になっております。はい、でこちらハーフジップのグリーンのプリースになります。で胸にピスが入りまして、ポケットもしっかりついてますと。状態かなりふかふかです。はい、でバックはこちらですね。状態いいと思います。ラージレギュラーで僕で合わせてゆとりを持って着用できます。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、ウールリッチですね。はい、表記は一応メイドイン USA らしき表記はちょっと残ってるんですけども、サイズ表記はちょっともう見えなくなってますね。赤文字のやつ、80年代後ですかね。はい、でネイビーボディのもうマウンテンパーカーですね。フルジップで一応裏地がベージュになってるという感じです。はい、状態も特に言うことなさそうですね。はい、でこちらがそうですね、実寸 L くらいのサイズ感ですかね。はい、緩く切れます。こちらで7800円と消費税になります。
こちらも、続きまして、ウール1になります。タグはこちらですね。アメリカ製のこちら、M 表記ですね。で、グレーと、チャコールと赤の配色になります。普通に配色かっこいいですね。こちらもマウンテンパーカーですね。はい。ブラジ赤です。ちょっと中綿入ってますよ。バックアップのような感じで状態もいいと思います。で、M 表記で僕で緩めに着用できます。さっきのよりは気持ちちょっと小さめっていう感じのサイズ感です。こちらで7800円と消費税になります。続きまして、ラルフのスイングトップですね。三角タグですね。古いラルフの、サイズ、100% コットンの M 表記か。M 表記の、綺麗な白です。はい、で、胸元に、ボリッシュネイビーで入ってます。襟裏とかは、こちらはグレーになってますね。はい、で、バックはこのような感じです。ちょっとリペアありますけども。こちらちょっとダック地ですかね。たまに出てくるやつです。珍しいじゃないですか。白。白のスイングトップあんまりないんで。はい、僕で合わせて緩めに着用できます。こちらで15,800円と消費税になります。続きまして、これは珍しいですね。ラルフローレン XL 表記の 100% コットンのボディです。ここっすね。はい。まあ、ワッペンというか、ワッペンでポロ、R.L と入ってます。はい。で、ポケット付き。はい。こっちのタイプっすね。めっちゃ珍しいんじゃないですか。はい。で、ちゃんとサイドにもポケット付いてて、バックアームジです。はい。相当いいっすね、これ。XL 表記で僕出している色です。2XL くらいのサイズ感ですね。全然かぶらない気がします。こちらで 19,800 円と消費税になります。続きましてちょっといいレギュラー多めですね。よいしょ。タグがエディ・バウアーです。ミディアム表記ですね。はい。でこちらブラック、おそらくブラックのフェードかなと思うんですけども、もうコットンのダウンのジャケット、ダウンブルゾンっていう感じです。めっちゃボリュームありますよ。バックアップでの感じで、はい、いいっすよ。おすすめです。ミディアムですが全然 L アップはあるかなと思います。こちらで 15,800 円と消費税になります。続きまして、こちらラルフローレンの 2XL 表記ですね。はい。で裏地フリースになってます。襟元構図の切り替えで、フロントですね、中綿入ってる仕様になってます。ダブルジッパーです。ほんと大人な一着ですね。昨日聞いたラルフだと思います。はい、状態もいいです。 XL 表記ですが、まあ、ほんと表記通りのサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が 19,800 円と消費税になります。続きまして NA1 ですね。タグがこちらです。 XL 表記ですね。はい、アルファのタグも残ってます。でこちらエンジの、MA1 になります。 XL チェーンの状態も、薄汚れとかも、パッと見る感じはなさそうですね。はい、大丈夫そうです。状態いいですね。リブとかも問題なさそうです。で、XL 表記で、僕と合わせて色目に着用できます。こちらで 15,800 円と消費税になります。続きまして、マクレガーですね。ドリズラーの46の表記になってます。はい。で、こちらベージュのボディですね。まあ、状態としまして、ちょっと薄汚れというか、他はないかな。あ、ちょっと脇のところには気持ち、ほんとちっちゃいピンホールが一箇所あるっていうコンディションです。その他は問題なさそうですかね。はい。で、46、でかいっすね。僕で合わせてゆとりを持って着用できます。こちらでお値段の方が 29,800 円と消費税になります。続きまして、こちらです。エクスペリメンタルデザインのタグですね。はい。こちらはもうちょっと薄くなっちゃってますね、タグは。でも、すごい発見っすよ。その、カモフラーとの、この、なんていうか、ツートン仕様で、袖がこちら、ジッパーで取り外せる仕様になってます。はい。ほんとギミックが刺さる方多いと思います。はい。後ろもちょっと、ありますね。うん。こっちいいんじゃないですか。で、ナイロンシェルで、僕で合わせる感じだと L くらいのサイズ感ですね。こちらで 59,800 円と消費税になります。続きまして、こちら古いタグですね。はい、サイズ40のバーシティジャケット。はい、まあ年代も40年代頃ですかね。はい。でイエローと、まあちょっとナスコンって言ったらいいんですかね、みたいな感じの色です。
状態もそうですね。酒とかも見受けられないです。しかもワッペンとかも入らない。よし。めちゃめちゃいいんじゃないですか。で40表記で僕で合わせて、まあ、前開けたら緩くも切れるし、閉めたらタイトにも切れるかなっていう感じのサイズになります。こちらで 29,800 円と消費税になります。はい、続きましてもジャケット類になります。こちら、はい、キャンプセブンの、こちらダウンになります。サイズ表記がですね、こちら XL 表記です。はい、こちらコンディション一着ですね。はい、ネイビーで、はい、完全無地ですね、もちろん。で、フーディーもしっかりつくコンディションとなっています。はい。で、サイズが XL 表記なので、僕で合わせて緩めに着用できます。ダウンの抜けとかも見られます。と思います。こちらで 49,800 円と消費税になります。続きまして、モダンミリタリー系ですね。こちら、2XL 表記の、2003年です。背景のものになります。でネイビーのもうシェルのバキバキさ伝わるかなっていう感じなんですけど、はい、リブとかも、はい、状態かなりいいです。でバックもこれの形ですね、はい、なんか CW45P とかあの辺好きな方がいいんじゃないですかね。ネイビーの 2XL、はい、いいと思います。でかいですね。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税になっています。続きまして、カーハートですね。タグはこちら、はい、ラージレギュラーですね。で裏地がウールのライナーがついてるカバーオールになってます。はい、まあもうエイジングもかなり綺麗ですね。袖とかもしっかり入ってますし、はい、入ってます。パックは、このような感じですね、うん、あ、一箇所こちらにリペアがあります。その程度ですかね。で、サイズがですね、こちらラージレギュラーなので、まあ、XL くらいのサイズ感ですかね。肩幅結構でかいです。こちらでお値段の方が 17,800 円と消費税になります。続きましてはこちらです、はい、リーバイスの XL 表記ですね。75409という品番になってます。めっちゃ珍しいですね。でジッパーついてて、ボタンも掛けボタンついてて、ポケットが4つついてで、ボア、はい、いいですね。でバッグはこのような感じです。年代は90年代頃ですかね。はい、でサイズは XL 表記で、僕らはすでに緩めに着用できます。はい、いいっすね。こちらで 15,800 円と消費税になります。続きまして、ミリタリーですね。サイズ XS ですね。のレギュラーの、こちら、M65 のフィールドジャケットになります。ジッパーはブラスですね。でこちらデッドストックの状態です。XS 探している方、もしいらっしゃいましたら、デッドストックからいかがでしょうか。状態は完璧です。XS レギュラーで僕で合わせてジャストサイズですね。はい、着用できます。こちらで 19,800 円と消費税になってます。続きまして N3A ですね。もうバッキバキなんですね。サイズラージ表記。はい、ボアももう、はい、もうこんな感じで。シェルももうめちゃめちゃ状態良くて、はい、最高ですね。全部完品ですね。ボタンも、はい、レザーとかも全然こう、あ、若干のこうキュッてなってるところはありますけど、全然なかなか見つけられないんじゃないですかね、このコンディションは。はい、でしかもラージ表記で、まあ、僕で緩めに着用できるサイズ感となってます。こちらでですね、お値段が 128,000 円と消費税になってます。はい、続きまして G ジャンに入っていきます。はい、フォースですね。パッチは表記はですね、欠損しております。で、赤タブビッグイの、フォースになってます。で、色的にはまあ6割くらいの色味ですかね、まあ、5割、6割っていう感じです。濃淡でもはっきり出てかっこいいですよ。で、袖ちょっとこうダメージ来てる感じと、襟もちょっとダメージは来てます。はい、バックはこのような感じですね。で、実寸の方がこちら38ですね。おそらく40の表記だと思います。僕で少し、ゆとりを持って着用できます。こちらで 35,800 円と消費税になります。続きまして、こちらはスモール E のフォースになります。サイズ36のヒアタグも残ってますね。スモールイー、もうバキバキですね、はい、バキバーくらいですかね、はい、もう色の彫りかなり良くて、はい、バックもこれな感じ、マッコンの一着です。でサイズが、こちら36なので、僕が合わせるとジャストサイズで着用できます。こちらでですね、お値段の方が 49,800 円と消費税になります。
続きまして 101J ですね、はい、36レギュラーですね。でフィスはレジスターのみのフィスになってます。こちらもかなり生地もちょっと硬くて、はい、色残りはもうめちゃめちゃいい一着になります。状態もいいですね、はい、でバックですね、チェーンステッチが入っております、はい、かっこいいですね。で36レギュラーなので僕がジャストサイズで着用できます。こちらでお値段59,800円と消費税になります。続きまして、ちょっとパッチは欠損しております。はい、しておりますが、ボタンの刻印ですね、フォアモスと入ってます。フォアモスとのファーストタイプの一着になります。僕も個人的に大好きで、はい、まだちょっと所有はできてないんですけども、このダウンポケットのファーストでも袖も色味良くてみたいな。でバックルバックがついております。はい、で、こちら実寸の方がですね36ですね、まあ、色味も本当爽やかでいい着だろうと思います。でフォアモスとは着丈も袖丈も割と長めの作りなんで36ですけど、僕ちょっと緩く着れました、ね、ちょっと試着させていただいたんですけど、これ超おすすめです。こちらでサイズ分お安いですね、158,000円と消費税になります。続きましてセカンドになります。はい、パッチはこちら欠損してますね。でステッチは抜けてるんで紙パッチの年代ですね。で赤玉も、もちろんビッグイで残っております。で、袖とかのあたりも綺麗ですね、はい。まあ、特段そうですね、着用にこう嫌だなって思うようなダメージはなさそうですね。ちょっと肘とかやっぱありますけど、まあ、色残りも早く終わりくらい、もう綺麗に濃淡も出てていいセカンドだなって思います。本当にでこちら表記がですね、表記じゃない実寸が30なんで、まあ、僕は着用ちょっと難しいんですけど、女性の方逆にセカンドはそのサイズ上がっていくと身幅がどんどん増え広がっていくっていう感じなんで、逆に着丈が長いセカンドないと思うので、このサイズでしか、サイズ合う方はおすすめです。形いいです。こちらで158,000円と消費税になります。続きましてヘッドライトですね、タグが下のこちらにつきます。はい、いいですね。まあコンディションとしましてですね、ちょっとこういうちょっと雰囲気にはなります。はい、裾のちょっと設置も落ちてたりとか、はい、まあ、でもボタンとかしっかりヘッドライトで完璧です。はい、セカンドタイプで裏地が、ついてます。ああ、ちょっとここもちょっと裏地見えてきてますね。その感じもかっこいいですね、はい、でサイズもでかいですね。実寸で言ったら42のサイズです。僕ではステイトリを持って着用できます。こちらでお値段の方が598,000円と消費税になります。はい、続きましてシューズ予測ですね、ご紹介していきます。で、表記がですねこちらになってます。ちょっと錆汚れが結構あって読み取りづらいんですけど8の表記になってます。はい、80年代のアディダスのメトロアティチュードというモデルですね、はい、でも全体的にこういうちょっとスレとかあるんですけども、ヒールの、削れはほとんどないです。はい、この雰囲気で履きたいなっていう方にもおすすめですかね。かっこいいですけどね、シンプル。こちらですね、25,800円と消費税になってます。続きまして、オーバーオールの一着ご紹介していきます。タグとかはないんですけども、もう生地とか見る感じ。これ月桂樹のドーナツボタン使われて、みたいな。40年代の、対戦のカバーオールになります。で、裾のところですね、ちょっと折りじわがあったりはしますね。コンディションとしましては。はい。で、バックもこういうコンディションですね。お尻周りが気持ち、ほんと落ちてるくらいのコンディションです。年代考えたら、状態めちゃめちゃいいんじゃないですかね。色残りもまだまだありますし、サイズもいいですね。3831。はい、まあ、僕がちょっとロールアップしながら緩く、着る分にも全然着用は可能かなと思います。サイズ合う方も多いかと思います。こちらで59,800円と消費税になります。続きましてレッドストックですね、1着ご紹介していきます。リーのこちら28,34の表記ですね、逆かこちらです。28,34のアメリカ製の表記になってます。フラッシュアモノホール1着ですね。でレッドストックで焼けとかも全然見られないですね。コットンツイールの1本になります。はい、で内タグは一応ございますね、紙タグが残ってます。はい、ニーンズとかではちょっとないんですけども、コットンツイールの1本です。はい、ヨニダロンのジッパーですね。実寸がこちら、表記通りですね、28,34になってます。まあ、女性の方とか細い男性の方、レングス上げちゃって、サイズ合わせて履く分にもいいんじゃないでしょうか。はい、細く履きたい方にはいいですね。こちらで15,800円と消費税になります。
続きまして、ユーズドのレギュラーのパンツに入っていきます。こちらコロンビアのアメリカ製ですね。よいしょ、アメリカ製の、メンズ L 表記の黒の、フリースパンツになります。で、ポケ付きの仕様ですね。オールブラック。で、無地と。で、裾ですね。ちょっとリブついてて、こう、かかってるとちょっと不格好なんですけども、履いたらこう、内側に来るんで、はい、こういう感じになるんで、めちゃめちゃいいですよ、ね。はい。状態もいいですし、これ結構おすすめです。はい。バックポケットもついてます。L 表記で僕らはすでにゆとりを持って着用できます。はい。こちらでお値段の方が、7800円と消費税になります。続きまして、こちらです。ラルフローレンですね。これも外しちゃいます。はい。あ、ギャップだ。ギャップでした。はい。コンタグ、ちゃんと古いコンタグのギャップの3332の表記ですね。のもう本当ラルフと見間違えるくらいの2タックの違い。コットンのいいですね、はい。生地も分厚めで。やっぱこういうちょっとやっぱ、なんてギャップの中でもあんま目立たないところで、ここにしかタグつかない。なんか、見つけづらいですね、シンプルに。こういうのって。なかなか出てこないと思います。はい。で、実寸が3432ですね。はい。ここで緩めに、着用できます。はい。いいですね。こちらで6800円と消費税になります。続きましてが、こちらがラルフですね。はい。タグがこちらで、サイズ表記の方がですね。よいしょ。こちら。はい。3530表記。めちゃめちゃいいですね。の、2タックの、あ、タックはないか。ノータックか。の、テーパードの、チノになります、はい。で、バックはこんな感じで、エコニッシュが、入ってます。で、実寸も最高です。36ニック。ウエストが表記より1インチ大きめの、レングスが、1インチ短めと。めちゃめちゃいいですか。はい、こちらで6800円と消費税になります。続きまして、ユーティリティですね。本日2本あるんですけども、こちらブラスのタイプのユーティリティになります。はい。で、サイズがこちら、内タグ、デッドなんで、ちょっともうバキバキなんですけど、34と入ってます。で、レングスが、もうこの、切りっぱになってるんで、もうデッドストックなんで、もう合わせて履いてねっていう感じの1本になります。はい。で、バックもこのような感じで、デッドストックなので状態は完璧です。はい。で、実寸が3439。はい。まあ、39で履ける方っていうか、履こうっていう方、なかなかいらっしゃらないと思うので、はい、レングス本と合わせて履いていただけたらなと思います。こちらで29800円と消費税になります。はい。続きましても同様の1本ですね。ブラスのユーティリティ。で、こちらも、こちら33、レギュラーですかね。はい、こちらもデッドストックの状態。こちらもちょっと縫製がそのままになってますね。はい。こちらちょっとなんか祭り縫いですかね。縫われてはいるんですけども。こちらもデッドストックの状態で、コンディションは完璧です。で、実寸が3435。はい、まあ、35ならまだ履ける方もいるとは思いますが、全然上げちゃって、履いていいんじゃないかなと思います。こちらで29800円と消費税になります。続きまして、こちら白タブビッグイですね。ビーバイスのカツラギですね。カツラギのサックスブルーのサックスか、サックスのカツラギになります、はい。で、ジッパーは、こちらアイディールジッパーですね。採用されてます。内タグとかは特にないです。はい。レングスもオリジナルですね。で、実寸がこちら3130。まあ、僕とかちょっと緩めに履く感じだったらすごいいいサイズ感ですね。はい。状態も悪くないと思います。こちらで29800円と消費税になります。続きまして、オニリペア WX ですね。紙パッチ欠損のオフセットの赤タブですね。残ってます。まあ、状態からいきますが、バックポケットのところにペアあったりはしてますけども、まあ、しっかりちょっと膝裏もちょっと色濃淡も出てたりとか、表情は悪くないと思います。この辺もリペア叩かれてて。で、フロント行く前に内側のタグなんですが、こちらカッパーですね。はい。品が R ではないかな。そうですね。通常 R ですね。そうですね。ギャラなしの年代ですね。で、リペア結構凄まじいです。レングスの方は、こちら。まあ、リペアで一回、ほどかれて、もう一回おそらくシングルで、裾が直されてるっていうコンディションになっています。で、実寸の方が、こちら3031。僕はちょっとレングスはちょっと溜まる感じになりますが、センサーの方いらっしゃるかと思いますので、この唯一無二のコンディション、雰囲気ですね。
ビビッときた方はぜひ、お値段もいいと思います。79,800円と消費税になります。続きまして、こちら自宅からいきましょうか。こちらラングラーですね。3131の表記になってます。はい、11MWZ ですね。はい、ジッパーグリッパーですかね。はい、採用されてます。めっちゃもう色落ちすごい綺麗ですね。はい、ヒゲも出てて縦落ちも出てると。でレングスはラングラーのシングルで、はい、オリジナルで間違いないと思います。でバックの、パッチも綺麗に残っております。はい、本当文句付けどころがない一本ですね。はい、でサイズがこちら3130ですね。とか先ほどのダブル X と同じくらいですね。はい、めちゃめちゃいい一本だと思います。こちらで、お値段の方が128,000円と消費税になります。最後までご視聴ありがとうございました。ウェブストアと並行しまして毎日ベースショップの方も掲載しておりますので、そちらの方もチェックぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。